べきか。パチンキー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 。それではまずは飛行機から見ていきましょう。お、今回は北東側からですね、これはストルバーと安名屋最初の町になりそうです。そしてシファニーまでは飛んでいきますね。ロズホック真下なので降りるチームいないかもしれません。まあ、ポチンキはね、毎回誰でも降ります。で、このまま待っていけば軍事基地側にも行けますので、今回は軍事基地を降りるチームいそうです。さあ、まずはポタズリチームは速攻降りましてシファニー狙い。そして、安名屋降りる狙いなのがハムッチチーム、そしてアルコンチーム、ゴンチームもこれは西側狙い飛んでいきます。このままぐんずんずんずんと降りていきまして、ポチンキ側で降りましたのがバニラチーム。あ、今回バニラ選手も出てるんですね。バニラ選手、こちら有名な選手でして、ドンカップでの常連選手ですね。かなり立ち回り、そしてエイも上手でね、バニラ選手、今回も動き期待して見ていきましょう。さあ、そのままずんずんと降りていきまして、残ったのはこの2チーム、J マイ選手チームがこれは軍事基地側狙いですね。そして、プリモルスク狙いなのが響チーム、ひなりチームとこれは軍事基地重なりそうですね。バニラチームはこのまま、ミルダ側寄りで飛んでおります。今回西側、このガトカの方がですね、全くいないですね。このジョージガトカ方面、誰もいないので、車で行ければかなり狙い目ではないでしょうか。さあ、そしてポチンキにも1チーム、そしてローズホックにも1チームと、まあ、やはりですね、私はいつも言ってます通り、このね、こう飛行機のこの真下の町には誰も降りないんですよ。本当に。いた通りになりましたね。スタルバーも降りてないしね。なんで今回もローズホックからですね。さあ、そしてこちらアトランティスにも誰も降りずといったところで、結構分散していますね。分散されています。さあ、今回のパルスですが、今回も西側、ただ今回は西側の北東ではなくて北西ではなくて南西という形になりました。さあ、ここ西側からかなり遠いですね。リポブカ寄りにおりましたのがアリカチーム。ただまあ誰もいなそうですね。こちらハムッチチームは安値お取り合いという状況で、この状況ですと、おっと全く戦闘が行われてますよ。マンション側撃っているんでしょうか。マンション側撃ち合ってそうですね。大丈夫でしょうか。さあ、どこに行くのかといったところ、この小さな集落を集めたいというところ、4人集まっています。西側にはジョージですね。ジョージ西側飛びまして、神殿もここ入ってくる。まっすぐ行きますね。そして南側、ここプリモルスクも4人残りで分散はしていきましたが、やはりガトカ方面にはあまりどのプレイヤーもいないという形になってます。そしてこちら、おっと近づいてきている。早速これは最初の戦闘起こりそうになってきています。こちら長いチームですね。長いチームが、クールチームが寄ってきてますね。北側から。これはいきなり戦闘を切るかもしれませんよ。さあ、今のところ各チームの中で一番戦闘を切る確率高そうではありますよ。さあ、最下位になりたくない。お互いクールチーム、アイニチーム。ただ、1人で遅れてるので、3対4という形で競ってきそうですね。ただ、これは赤い集落、ドア開いてるのを見て詰めないか。奥に行き、ただ、そうですね、距離離してますね。奥から、アメケン選手、車で通る。警戒してますね。トブソンを使って、警戒しているが、すぐこの奥ですね。足音聞こえてると思います。雄大選手、これ足音聞こえてると思います。さあ、入りました。入りました。打たれましたね。打ちました。打ち合ってます。さあ、ジッパー選手、さらに瀕死状態。ジッパー選手、瀕死状態まで持っていかれますが、1人落としましたね。アルト選手落として、ただ正面います、正面います。さあ、長井選手、正面、ただこれはトンプソン。打ち合えるか、長井選手、詰めます、正面にいる。ただ、エイムがお互い定まらない。ここでダウンしました。長井選手がダウン。これも落とされる。長井選手、最初にダウン。残り3対3で、そしてアルト選手を起こしてますね。今起こしてます。引くか攻めるか。さあ、一気に状態は3対4と逆転しております。往復に行き、これ詰めるんでしょうか。いきなり戦闘行われて、長いチームが今3名ですねとなりました。囲んでいますね。回復中です。詰める選択もありますね。十分にクールチーム。さあ、雄大選手出てしまった。ただ左側には右側にいるぞ。さあ、3人に息をされて、これ雄大選手もこれはダウンですね。残り2名となりました。トミーガンでダウン。10% 詰める、10% 詰める。そしてそのまま4対1の状況で、まず右側、1、2蹴りありますが、3人に息をされる。ただ2人ダウンなので2対1の状況。アイリ選手ダウンして、さあ、クール選手残り1、1対1、1対1。クール選手これは詰めるか？ダウン！アイリ選手！アイリ選手トリプルキル！ここの勝負かなり痛で終えましたが、勝利したのはアイリチーム。ただ残り1名と、この序盤で残り1名となってしまいました。こうかなり白熱の戦闘が行われました。序盤でこの1名となってしまったこのアイリチーム、ここからどうしていくんでしょうか。さあ、支援物資を取りましたね。これはレニーチームですね。連日にもおそらくこれ今支援物資を取りました。まだただヘルメットもねない状況なので少し難しいかもっていうところでしょうか。さあ、76人生存です。プリモルスク安定して回収してますね。アイテム響きチームどうでしょうか。物資の方は取れてますね。この選手も取れてますね。レベルズヘルメットにカーまで取ってますね。カナ選手もカー持ち。カー AR。でもこれ SG ですね。ごめんなさい。これ SG です。ダブルバレル SG に AR といった形。まだも安定してアイテムは取れてそうですね。今現在76名と予選第2試合人数少なく開始しましたが、序盤からかなり戦闘がですね、始まっております。さあ、ノボですね。ノボにはこちらミミックス選手がいます。これは先に UAZ でアイテムを奥の方の集落取りつつといったところでしょうか。こうなってくると、ここ検問はいないと思うので、普通に車でですね、車で行けそうですね。今回軍事基地側には3チームが降りています。 JMI 選手はこれは普通に橋渡るんですかね。はい、橋渡るみたいですね、これは。こちら、ノボ。まあ、パルス飲まれても、ノボ結構広いし、物資もね、潤沢にありますから、回復しつつ、アイテム集めモードに入ってもいいかもしれませんね。北側見ていきましょうか。ザラキにいますね。ザラキいますのが、神殿チーム。そしてジョージが、これが2チームですね。ジアノアチームと、モックソンチームがいます。マンションかなり幅広く、敵がいないと油断してるのかもしれませんが、まあ、結果的に本当に今敵がいないので、安定してアイテム集めれてますね。ここまで広くですね、各チームアイテム集めていると、かなりですね、それぞれの物資が集まりやすいと思います。北側のマンションも1チームが占領してますので、このジョージの2チームは、このチームですね、おそらく軍事基地ほどはいかないかもしれませんが、アイテムかなり集まってると思いますね。もう2チームも今アイテム回収中です。今現在76名生存。第1パルスが始まった段階で、亀式ですね。今回アップデートで新しく追加された町、4人だと少し小さな町となってしまうんですが、ここアイテム回収しますのがアリカチームです。アリカチームが今アイテム回収を行っております。さあ横ですね、マンション側、あ、こちらグローバルまんじゅうチームですね。グローバルまんじゅうチームが今現在こちらのここも回収中ですが、まあここパルス来ても車があれば、あ、ありますね。車ありますからおそらく問題ありませんね。今登りましたが、まあおそらく問題ないでしょう。まあこのね、離れていて車がないというのが一番大変なんですけども、まあ問題なさそうではあります。こちらトマキンチームですね。トマキンチーム飲まれていく前に北側から行くんでしょうか。北側から回る形。まっすぐ行き奥に行き、これはちょっと慎重に動いてますね。さあ、アイニ選手1人になっていますが、アイニ選手は1人でセーフゾーンの方向、ただ正面の集落にいますので、ただね、まあ、ここのね港町いないので、港町待機できると強いと思います。さあ、そして今回このチームは、これはもう完全に検問ですね。検問狙いです。まあ実際今3チームが軍事基地側に降りたのを確認していると思いますので、この検問はあながち間違いではないかもしれません。検問していますのがバラライカチーム、待っております。まっすぐ行きまして、さあ他の軍事基地側のチーム、ただ1チームは船移動ですね。いきなりチーム、こちらは船移動しています。こちらが先端恐怖症チーム、あ、先端恐怖症選手も出てるんですね。バニラ先端恐怖症チーム、こちらかなり、優勝候補に近いチームでございます。さあこれなら検問左側じゃなくてこの右側の端から渡りそうですね。さあ落下して死亡、おっとここ全滅か、なんで何で死んだんだここは。あー、やっちゃったやつだ。あー、見ちゃった、あー、これやっちゃったやつだ。見ちゃった、配信で映っちゃいましたからね。何乗ったのこれ、3人乗ったっぽいぞ。あはははあははは、あー、下映っちゃった。ここで3名脱落。わー、めちゃくちゃ船打ってますね、ジェイマイ選手。これは抜けるか、かなり影響になってますね。奥に、いや、1人ダウンされた。ソンソン選手が1人ダウン。これ起こしに行きますかね。あ、起こしに行こうとしてますね。ただこれは一気にダウンまで持っていかれて、あー、キラリ選手目の周り仲間が死んでしまうという悲しいオチになってしまいましたね。さあ試合展開進みました。68名、第2パルスが北側寄りとなりました。アイニ選手はいい位置取れてますね。あ、いい位置取れてますね。これはただまあこのバギーがあるせいでいるのはバレていそうです。そして他の集落見ていきましょう。ガトカがいないですね。ガトカ南側の集落にいますのが、これがライルチームです。ライル、チキシチーム、こちら4名生存で探索中ですね。まあ、むしろもう小森の段階に入ってるのかもしれませんね、ここまでいくと。そしてその東側の集落にはまた2チーム、こちらにいますのがツンプレチームと、あとはこちら側がユーリさんチームですね。まあここはですね、この奥側、この排水溝のライン、ここもですね、入ればなかなか強いので、こちら側の集落を取っていって、左から敵が来てやばいと思ったら、この下に逃げ込むと。そういった動きもできますから、ゆりさんチーム、なかなかいい勝利だと思います。さあ、ガトカに入ってきましたね。ガトカに入ってきましたのが、カリグラシチーム。アリエッティでなく7選手ですね。68名制度。そしてこちらの4名は、今、すいません、お取り込み中でした。回復中です。ポイ捨てしてますね。エナジーポイ捨て中です。まっすぐ行きましてというところで、ここまで行くんでしょうか。68名程度まっすぐ進み、北側から入りそうですね。TZ チーム、ポテトハウスチームはこちら。おお、車4台。おお、車4台だ。いいですね。このね、やはり車がね多ければもちろんそれだけ燃料も消費するんですけども、パンクに対しての恐怖っていうのが少ない点と、あとその車爆破でね一気に倒されてしまうといったこともないので、的を分散できるという点でやはり車が多い方が強いですよね。まっすぐ進みます。白人選手ですね。どうだ、また、あ、中央戦闘してます。見ていきましょう。すみません、遅れましたが、中央戦闘、この集落取り合いですね。右側がすでに2名となってます。左側が1列並んで4名、マサチームですね。さあ、野永に左行き、ミニが右待機している。66名生存。正面伏せてます。ただパスパス打って、かなりミニ選手2名となりましたが、攻撃的なプレイングをしていますね。壊れた車をバリケードに、実際これ煙とですね炎でかなり見づらくなってると思うので、位置取り的には悪くないかもしれません。正面また左行くの見えました。その間にガー選手は左から行ってますね。シュニチ選手がそちら側を見ている。残り65名生存です。次パルス見ていきましょう。さあ、今第3パルスの場所が分かります。第3パルスがかなり西に寄りましたね。この東側に寄っているチームからすると、かなりきつい展開となっています。あ、早いですね。アイリ選手はすでにもう移動を始めましたね。パルスを見た瞬間に、まあ、1人なので早めに場所を取っておかなければね、後から行っても倒されますから、早めに移動するというのは非常に賢い展開であります。こちら側の先頭、響選手が瀕死状態。残り残ったのはカノ選手。トイレごもり、ダブルバレル回復して、正面いる。もう3名が待機している。そんな中もう行くしかないですよ。まずは周りを倒して、グレ投げて、やはりグレが投げた。グレがさあバイクのところをしっかり投げる。いや、今のはですね、頭脳プレイですね。はい、グレネード投げます。はい、ドア閉めます。出てください。出てましたね。パンチです。終わりです。ありがとうございました。まさにテンプレのような形で、戦闘が終了しました。57名生存。バニラチームは今どこにいるんでしょうかね。バニラチーム、まだちょっと見つけられてないです。さあ、支援物資取ってますのが、ゆりさんチームですね。あー、M249 ですね。それだとあまり拾わないんですけども、今回しかもこれレベル3ヘルメットを取ってますね。M249 はですね、4人チーム再戦の場合、スカットの場合ですね、車破壊ができますからかなり強いです。さあ西織、そしてこちら側では回復がないんですね。パルスガイ1人。俺は外じゃ知りたくねえんだ。せめて家の中で俺を殺してくれ。さようなら。パルスでこう回復足りなかったんですね。これ55名生存です。あ、バニラ選手いいとこ取ってますね。ここ有坂バニラガトカの一番強い家取れてます。ライルチームはまだ動かずですね。さあグローバルマンジュチームはこちら鉄塔周りですね。ただこの意外と鉄塔周りこう穏やかな傾斜が多くてですね、意外と家中にいるよりもこういった穏やかな傾斜というのがね非常にPUBG 強いんですよ。なんでこの場所を取っているのはかなりいい位置取りですね。あーグローバルマンジュ選手、これ別チームだったんですね。すいません。一人でヘッドショットと決めてで抜いた隙で逃げました。いいですね。この1人になりましたら、もう4人倒すというよりも、近づいてきた場合、1人抜いて、で、抜いて、それでちょっとビビってる間に逃げちゃうと。その1人での立ち回り、グローバルまんじゅう選手、非常に分かってますね。さあ、そして、こちら西側での、かなりカオスな戦闘。サカレモン選手。これミスありましたよね。あ、ダチア横転して、撃たれて、で、見捨てましたね、これ。ミキティチーム見捨てましたね。あー、そうやって仲間見捨てちゃうんだもん。見ましたかね、本気配信で。まあ、しょうがないです。まあ、生き残り目ではしょうがないですけども。あ、ダチア横転させまった。あ、敵いる、やばいやばいやばいみたいな。そういった展開がね、あったんじゃないでしょうか。さあ、モグアチーム、ここですね。一人倒してきました。残り51人生存です。まだまだ各チーム生存していますから、予選突破までは程遠いですね。次北寄りとなっていますが、これもですねなかなか隠れる場所ないので、麦畑不正をするか家を無理やり取りに行くかという展開で、非常に難しいですね。早めに移動していきたいところです。パルスまあ現在上空からの展開、このような位置取りとなっています。現在51名生存です。一体誰が勝つんでしょうか。あ、病院取ってますね。病院取ってるのがアリカチームか。アリカチームですが、これ入ってないですね、範囲に。東側ですとこの辺ですね。意外と凹凸があるので、ここ取れれば強いですね、アリカチーム。各チーム、車を持っているチームはですね、今すでに移動した方がいいですね。早め早めにね、移動していかないと、まあ予選1回戦で見た通り、ドンカップですね、終盤、パルス沿いの戦闘はですね、もうほぼ運ゲーに近いレベルで、カオスな状況になっていますから、やはりですね、序盤の早めに利用していくというのが大事になってきます。お、バニラ選手がさらに取ってますね。バニラ選手取りますね、キル。バニラ選手3キル取ってます。そしてライル選手が車両爆破。さあアイネ選手どうでしょうか。1人ソロでパルス残り15秒で来る。正面の UAZ を取りたいのかな。そうですね、正面の UAZ 狙いですね。まあ取りに行くしかないですけども、こちらサンプレチームは4人乗りのダチアですね。これは機はですね、多分 UAZ2 台で来たんですけども、燃料とかの問題でダチアにしたんだと思います。正面行きました。範囲内パルスすでに来ています。あ、アイネ選手はやはり UAZ 取りましたね。ただこれ燃料がないんですね。燃料がない、燃料がない、燃料がないぞ。ただ行けるとこまで行きたいですね。正面1チームいます。正面2チームいます。この間正面2チームいます。さあここ5チームいますね。5チームいる左側、その間を取っていくのか。間をこれ抜けるか、抜けるか、抜けましたね、今抜けました、抜けました。正面グローバルパンチ選手がいる。さあここですね。あと裏側でも戦闘行われています。勝ちましたな、こちらツンプレチームですね。奥側では白鸚チームと戦っていますね。こちら鉄塔取ってますね、いまだに。第2グローバルマンジュ選手、まさに同じチームの動きをしています。奥側戦闘39人戦像です。これ次のパルスは、ああいいですね、範囲入ってますね。左側はこれでいけばですね、この家入ってますから、さっきのこの範囲に家が入ってますので、この家の取り合いになりますね。逆に言えばこの東側のですね、この集落にいるチーワかちょっと動きが厳しいかもしれません。1人ダウンしました。ただ奥に行きまして、まあ麦畑不正をするか、奥の小山を取るかという動き。取りに行く。ああその正面鉄塔がいる。受けた瞬間打ち合って、これは一気にダウンするか。ただハムッチが1人ダウンして、奥トバキンダウンして、ただハムッチが1人残り、2人目倒せず、最後はエアグレが倒して、ここハムチームがダウン。残り34名。バリラ選手、家中取ってますね。バリラチーム、いいとこ取ってます。横の小屋取ってますのがジャックチーム。そして、コマモンも横に取ってますから、この家はもう動けないですね。この家も鉄壁です。かなり鉄壁。さあ、8チームがですね、上位、8チームが上位に入ります。今現在、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12チームなので、あと4チーム削りですね。抜いていきました。ただグローバルまんじゅう選手、これ抜きに行きませんね。降りてこの周り取りたいといった感じで動きます。相手選手正面に車もあるので、これをうまく影にしていい形で動けていますね。そしてグローバルまんじゅう選手はもう完全に忍者モード入ってます。さあ次のパルス戦やってきている。各チームあと4チームが倒れればというところで、おーっとここは打ち合いになってミキティここでダウン。ただ裏からも打たれているシュミッチチームですね。シュミッチチームがステーションして、ここでアイリチームダウンですね。アイリチームダウンして、奥側やってきたのがライルチーム。さあ残り30人となります。29人、一気に29人まで減りました。家中取ってるバニラチーム、さすがに強いですね。やはりこの上取ってるの強いですね。そして相手、このバニラチームですね。バニラチームが家中取っていて、奥取ってます、こちら。カムイチームですね。カムイチーム、やっぱりこの家取ると強いですね、周囲。このチーム、いいですね。何が強いって、伏せながら周りが見れるんですね。それが非常に強いです。さあ、今現在、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10チームで、あと2チームダウンですね。奥側が打たれて、ドバがダウン。ユーリさんチームはもう車とその小屋を壁にして戦っています。リラが取っていますのが、ただフロロが1人まだ生き残ってますよ。有坂家中待機して、中央を取っているのがエロ流です。グローバルまんじゅう忍者はですね、これ、やはり一人の時の賢い立ち回りは、打たない、押さない、動かないです。生き残っています、グローバルまんじゅう。忍者モードですね。こちら、ライルチーム3人は裏固まっています。これ24名生存。次、パルスはこちらの方面、南側です。さっきやってきたのはカムイチーム。それをシュミチが打つ。遅れてコバもやってくるか。カムイダウン。コバもどこで降りるか。無理やり降りましたね。もう車を影にするしかないですが、ここで車からで1人ダウン、木刀がダウン。そこを引いていくバリラ、ダブルキルバリラ車両でダブルキル。ただここ裏にいたので打たれてしまいました。いやそうですね、打たれましたね。ツンプレがこれ打ちましたか。ブロバルまんじゅうはまだ生き残っている。やはりブロバルまんじゅう選手、ソロでの立ち回りは分かってますね。残り生存13名です。さあ123、これもこれは決勝突破は決まってますね。決勝進出は決まってます。13名、岩浦狙ってますね。この4対4の戦闘に1チームのプレイヤーが4名いるんですね。だから441111です。4対4の戦闘にいかにこのソロのプレイヤーたちが邪魔していくかですね。そういった展開になってますね。エロ選手は今ヘルメットなくなってます。この視点セーブしておきます。さあ対してこちら側はどうだ。グローバルまんじゅう選手山の向こう側にいるんですけど、プラス選手右に動いている。それ見逃さない。モガ選手抜いていった。さあここエロ選手とモガ選手、お互いにエロ選手前に行き、グレネードでダブルダウン出しましたね。今グレネードでダブルダウンしてから一気に詰めていく。煙で木の中ツンプレがダウンして、ただモガがカーテンとしてそこをカバーする。ただパルスが来ている。これは起こせない。2人残って前に進む。対してこちら紫チームはダウンはしていますが、こちらも2人生存です。フローロワークセットバレていない。グローバルマンジュもこれダウンして、残り3チームですね。221です。221。さあ最後のこの緊張の一瞬。221で起こせるか。これシュリッチ選手起こせたら一気に上位にいけるというか優勝に近づきますが、モガ選手の移動見ましたね。エロ選手見ました。エロ選手今モガ選手の移動を見てました。してしっかり見てから、移動を見てから蘇生。ただグレネードがそれを阻止する。なんだこのグレ合戦は。ヒーロー戦隊の登場シーンのような動きでバクバクと地面が爆破している。さあ1-on-1ですね。エロ選手対 Z3 選手。手が見えました。Z 選手車抜かれている。これ車爆破狙ってますか。ただ後ろがすぐパルスなんですね。対してエロ選手ヘルメットがないんですよ。さあ正面どっちが勝つのか。お互い1名左し。さあパルス飲まれて、さあ勝つはどっちか。最後決めたのは Z398Z 選手。決めていった。最後は A ゲーム取っていきました。予選第2試合優勝がですね、Z398Z チームでした。おめでとうございます。2チームが、2位がですね白風、3位が黒ロ、4位がグローバルまんじゅう、5位が野良亀、6位がチキシ、7位がバニラ、8位がゆりさんチームということで、上位8位までがこの後22時20分から行われる決勝戦へ進出します。おめでとうございますはい、ということで予選第2試合もご視聴ありがとうございました。